日本のスタイルを着てみたかったんですけど、自分じゃ着れなくって、着付けの人に頼んだりヘアメイクさんに頼んだりっていうのを、でも自分で着たいと思って、そしたら習いに行きたいけど、お金がどれぐらいかかるのかな、そしたら日本発送はタダだったんで行くことを決めました。着物を着れるようになったのはもちろんなんですけど、着物の仲間とか先輩とか後輩とか、今までいた世界とはまた違うお友達の輪が広がりました。